皆さんありがとうございます。本日は集まりいただきまして感謝しております。今日は2点のことについて記者の皆様にご説明させていただくことでご参集を願いました。一つは秋田大学が進めている資源の取り組みについてです。アフリカのボツワナを舞台にした動きについてはですね、すでにご承知と思いますが、新たにモンゴルでも動きが始まっています。活動の中心になっている秋田大学の水田教授から現状と課題、今後の動きについて説明をさせていただきたいと思います。水田教授のチームはこのほどボツワナとモンゴルで現調査を行っています。もう一点は、秋田大学のマニフェストについてです。お手元に21年度のマニフェストに対する各理事、学長特別補佐の自己評価報告書を配布させていただきました。こちらについては後ほど吉村学長からご説明させていただきます。よろしくお願いします。では最初に学長からお願いします。学長の吉村でございます。お忙しいところ、今日はお集まりいただきましてありがとうございました。おそらく今年度初めての記者発表ということになるかと思いますが、今日は今企画本課長から話がございましたように、資源が特に最近レアメタルとかあるいはその資源の採掘等で、アフリカが今注目されておりますが、私ども秋田大学はボツワナとは、去年からお付き合いをしていろんな活動をしてまいりましたので、その現状とそれから今後どういう取り組みをするかということを今日はご報告させていただきたいということで、ミスター選対長に今日発表していただきたいというふうに思っております。それとモンゴルも最近、ミスターセンター長が訪問し、資源関係の内容について調査をしてまいりましたので、その報告をさせていただきます。それからもう一つが秋田大学のマニフェストということで、新しく昨年度、平成21年度から、理事とそれから、学長特別補佐、いわゆる執行部がどういう仕事をしているか、何を目標に1年間仕事をしてきたかということを学内外の皆様方に、きちんと情報を公開することが必要と思い、昨年の6月にマニフェストを作成いたしまして、この4月にその完結版ということで1年間の自己評価をしていただきまして、私学長が最後に、寸評を書いて1年間にどれだけ評価を成果を上げたかどうかということを、情報を公開させていただくと、学内の教職員には配布させていただきますし、必要であれば学外の皆様方にもお渡しをするということで、秋田大学の中でどういう動きがあるかということを見ていただけるというふうに思って今日は、配布させていただきましたので、よろしくお願いしたいと思います。それでは座って簡単に説明を最初にさせていただきます。最初に1枚目に6月5日土曜日でございますが、午後2時半から、昨年10月1日付で、設置をいたしました秋田大学国際資源学教育研究センターの、設立に関します記念講演会、記念式典、それと記念祝賀会を秋田ビューホテルで開催を予定しておりますので、ご出席方よろしくお願いできればということでご案内を差し上げました。いずれ県政記者クラブに正式にプレス発表の文書を出させていただきますが、今日は一応予備的ということで、出させていただきました。で、記念講演の講師は、東京大学理事で現在副学長をしております前田正文先生に、お願いするということが1件目。それから記念式典に、ボツワナ大使、特命全権大使、モツワハエ大使、それから駐日モンゴル大使のジグジット大使がご出席をくださるということをいただいておりまして、それを今日発表させていただきたいということが1件目でございます。それから次のところに秋田大学の資源学における取り組みというのが、ございまして、四角い箱に囲ったところで5つですね、記載がございます。 GST の秋田アーバンマイン技術者養成プログラム、これは平成20年度から5年間単年1年間に4000万ですので、5年間で2億円、現在いただいて進行中と。それから文部科学省の資源開発人材育成プログラム、これは20年度と21年度、終了しております。それからドアホールディングさんから寄付講座をいただいておりまして、リサイクルプロセッシング講座、工学資源学部の中の、環境用化科の中にリサイクルプロセッシング講座の昨年4月から作りました。3年間の予定でございますが、合計6000万という。それから GST の地域産
産学官共同研究拠点整備事業ということで、道路を挟んだ向かい側にベンチャーインキュベーションセンターがございますが、その中に資源と環境とリサイクルの分野の総合研究拠点のセンター、これを作るということで、去年昨日第1回目の運営委員会を開催したところであります。それに右の方に国際資源学教育研究センターがございまして、本日センター長の水田教授が出席をしておりますので、後ほど詳しい内容について説明をお願いしたいと思います。それではボツワナとモンゴルの、今までの取り組みとこれからの状況について水田センター長の方よろしくお願いします。